ワ時からはいということで始まりました「花フラワーの19時から」はい24回目あ当ですかねさっき何か言ってた25ですね25回目ですねはいえ87回目まずは目指してねああ花ねいいですね それぐらい目指し。てて頑張っいきましょうはなはなね。はなはなね。それぐらいできたら最高ですね。はい。ということで、担当します。私、吉本げに花ワーのリュウジと申します。そして、目の前におります。どうぞ。あ、グリキンです。お願いします。お願いします。はい。ということで、収録。今回ね、ちょっとあの、今、大阪にいてね。今、大阪にいます。はい。

そったで。もうこれは関西弁なるんだもん。そうせやね。あいえ。せやな。すごいな。どうなん最近。なんか嫌われるよそれ。単純に。これ嫌われる。でも沖縄の人多くない？多い。ね多いめちゃくちゃ染まるよね。まあでも関西弁はマジで染まりやすい。 あ実際そう映る映るあそうなんだうんえ関西にいたってこといや関西にはいないけど、うん、あの周りが関西弁なのよはは、うん、はいはいはい、はい、あのバイト先のねああなるほどそうまあ、周りっていうか二人ぐらいううううんんんん関西弁ではいあうつるねうつ <laughs> るう、ね、つる,映るうわあそうね同級生もだって三日ぐらい行って帰ってきたらうん、うん なんでやとか言ってたもんそんなにいやまあでもそっこうせいだなあのこっちからあっちに行ったら沖縄から大阪に行ったらもう沖縄の言葉が通じないからだからもうんていう英語しゃべるみたいなことじゃん人間として本能で進化しようとしてるって沖縄も濃有いのに鉛とか方言とか一瞬で 切り替えれるんだっていうこをまあでも普段テレビとかで聞いてるからね関西弁はあそっかそっかもうなんか今別に通じない関西弁なんてないさ、うん、確かにねうん、うん、で今の俺の関西弁聞き苦しいってコメントきてるああそうね <laughs> <laughs> だからあの嫌われるや嫌われるタイプの関西弁ねだからちょっと小バカにしたくないそんなこと一応憧れはあるからねなんでやねんって言いたいもんねなんでやねん言いたいななんでやねんはマジで言いたいなんでやねん言いたいけどな,な、ね、別にな関わってないから言えないよな、うん、そう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 <ー>なんでやねんね、あのー、でも、うん 普通に沖縄に住んでて、はいあのー、別に芸人じゃないよ、うん、芸人じゃなくて、うん、その友達とかな<達>なんかなんでやねんってツッコまんツッコむ人いるでしょなんか沖縄の人でもなんでやねんってツッコむ人いるくないーえー、いるな ちょっとなんでやねんに恥ずかしさはあるんちょっとでも言うたら入ってしまったっ言ってしまっただからなんでのぐらいぐらいでも気づいてんのよなんでやねんの時には後悔してるみたいな言う俺言あんプライベートでも言うとかいや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 でよとかでもなんでよやは言うさ沖縄んでよやもいいよな なんでよやはいいね芸人よく使うもん。ねなんでよやなんでよや俺いいんだよな。んでやねんそう、石垣言わないの。よなんでよや言わない言わない。これ本当の。なんてゅう石垣なんでなんでっていう。なんでバーどんなバーんでだバーとかじゃなくて。あ、ダバーは言うか。本当はんでだバーとか。あ、ダバーは言うか。でも俺。 いやなんでななんんででようだななんでよいやなんでよバーめっちゃ言いねバーはめっちゃいんこれ食べんばこれ食べんばめっちゃ生きてたな。なんだろうんかバーめっちゃ言うよね。どんなバーどんなバーこれどんなバーああ、それか。 わからんばわか、ああ、あ相場そんなば作るば、それ言うば、いやそんいやそんなば連チャンしないでしょ、スイカば、いやスイカばはスイカばっていう、スイカば、これほこれ本当にスイカかっていう意味でスイカばこれ、これスイカばっていうのあるけど、それさゴビのばは何の意味なの、語尾のばはどんなばは

さどうちょっと、映ってるかもしれんね。あ、どう映ってる。来ました。これ。嫌なことに。いえ。誇れ誇れ。どう誇れよ。どう映ってるわ。一応。あの。やらんと。ああ。ええ。どう映ってるね。どう映ってる顔いいですね。だから、これひげ丸に。いや、金城さんみたいになってるよって。 ええまあでも確かに沖縄本島の人が石垣のこの鉛になったのはなんかちょっとこっちからしたら嬉しいけど本当側からしたらなんかちょっとあれだな。なんだろう ちょっと俺恥ずかしい。ああ、別に石垣の言葉が分かる分かるじゃなくて、まかるる。これがちょっと恥ずかしい。だから、俺の言葉が映ったってことでしょ。そう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 。う本当に間近でスツッと聞いてるから。ああ、これ恥ずかしい。だから、癖があるってことだな、言ったら。まじでそう。石垣そんなんなんでしょ。まあ、そうだけど、でも、なまりはないでしょ。なまりではないでしょ。あるよ。めっちゃある、なまり。 いや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 泣いいいいいてそれいる場みたいないやいやだからバーのまりだろ <laughs> そのなご語尾のまりはあるよでものそのイントネーションのまりはないでしょあるなんかさっきあったのよさっきあったんだよないよ沖縄本島はめっちゃイントネーションのまりあるなと思うあ本当？うんで石垣は多分<あ>石垣全体同じ喋り方なのよお<ー>別にこの どっかの地域によって喋り方が変わってくるとかはないのよ。ね、本当だったら名古屋のなまりがすごいことがあるけど。だから本当は北部中部南部で喋り方違うさ。だからこの来た時に本当に、うんうん、どういうことって思ったのよ。<laughs> なんなんで統一してないの喋り方。<laughs> <laughs> どこが近いのかな？北部中部南部石垣はね。石垣は南いや南部も違うな。なんどこも違う。 どこにも属さないめっちゃなまってると思うもんだから<ビ>ぜその <laughs>、うん、南部中部北部、うん、全部なまってると思うなるほどね、うん、北部中部南部は石垣がなまってると思ってるからねあでしょ、うん、ビギンはなまってるよってビギンなまってないよビギンでしょだからビギンビギン ビギンビギンねビギンねうじゃないじゃん。ま、あ別にあの、ビギンは方言じゃないから。別に。ビギンの名前は別にいい。別にいいんじゃないビギンビギンビギンでビギンって英語だからな。チャタンみたいなことでしょだから。ああ、ああ。チャタン。チャタン。いや、ビギン。ビギン。ビギン。ビギンいや、ビギン。ビギン。うん、あの、ま、ま、っすぐだな。ま、すぐね。ビギン。ビギン。うん。ビギン ビギンじゃないねビギン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 ビビギギンンねの日が栄一緒ってそこなまるんかいそこなまるんかいなんでやねんお大阪にいるな日が栄一緒さんはなまってるよビギンねビギンがなまってるかな ひがえしょおれ、うたしか聞いたことないから。<laughs> しゃりゃ聞いたことないから。ひがえしの MC 聞いたことないから。いた <laughs> がなまってんじゃない歌しか聞いたことないな。うん、おじいのたたみの三振とかね。あーあ<ー>。<laughs> ああ、そっか。そうそうそう。あー、ねうん、あー、そうですか。えー、じゃあちょっといったしえくえはよえのないやでも、<分>いやでも8時から始めてないでしょ。あそっか、10分か。 そうそうそう,そう大体半分行く前ぐらいに CM 行こうかなっていう感じなんだけどうん<ー>そうかこの時間見た方がいいのかねそうですね10分かまあ時間調整はもう領事がやってよ<ー>収録収録だからねこれ体感体内時計は正確でしょ俺体内時計正確だねあね めっちゃ正確めちゃくちゃ正確のイメージがあるから竹豊かぐらい正確竹豊かは正確なのか <laughs> めちゃくちゃ正確 <laughs> そうなのすごいよジョッキーのねうん馬のペースであるさ、うんはい、で、あのー、だいたい 2,000m とか、うん、えー、1800m とかまあちょっと長距離ぐらいの、うんうんうん

じゃ言ったらそれもできるってことでしょそう。武豊はでも馬に乗らんとできんかも。馬の上でストップウォッチ握れば。馬の上でストップウォッチ握ったらできるけど。何なのそれ。こっちカメラホンダみたいなそうそうそう。自分の足で立ってたらできない。そうなの絶対違うだろ。いやそうやそうや。ふからやってるから大丈夫だろ。そんな。じゃあ、えグレキンもじゃそれができるのか。 俺体内時計測ろうにも測れないな今だからなんていうその自分の一日の時間あるさ朝とか目覚ましが鳴る前にパッて起きるとか体内時計関係あるかあるあるあるもう体のリズムだから。 ああまあまあまあそうだから寝てても測ってるのじゃだからこのパッて起きる時間が毎回同じ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 同え。同じだねで寝る時間も一緒何時一時半とか一時半ぐらいにもう眠くなるわけよあそうなんだもうじゃ体がそう。その時間に寝ますよってそう一時半超えたらめっちゃ眠いの ちょっとでも過ぎたう目が閉じ閉じよう閉じをしてもう誰かがこの下のボタンずっと押してるみたいな下のボタンをずっと押してるまぶた下ボタンをずっと押してる下がるシャッターの下げるボタンみたいな食事の時間とかも決まってる食事の時間はね決まってはないけどお腹空すく時間は決まってるあそこもじゃあしっかりと決まってんだ 大体3時過ぎ昼のね、うん、お昼ご飯食べて、まあ、12時ぐらいにね、うん、お昼ご飯食べるでしょ、うん、そしたら3時とか4時4時ぐらいにはもうめっちゃお腹空すいてる、うん、早いねるから、うん ここを食べるか食べないかっていう夕飯がねそうそうそうこれの葛藤を毎日してる俺ここ食う調整してほしいなこの時間食うべきか体内時計調整してほしいなここでもめっちゃ腹えてんのよ6時ぐらいに来てほしいなでも学生の時とかなかったこれ給食食べて給食食べるでしょ学生の時は給食食べて で学校終わるまあ4時ぐらいに終わるでしょいつもその時めっちゃ腹減ってんいや俺あんまりなかったかもあそうなんだガリガリだったしえその時はねめっちゃ腹減るのよだからその時間そう何か食いたいけどもう部活だし食えないしそういうのもあんのかなそう食えないっていうのがあるからよりなんかその体がねんか求めてんのかな知らんけど だからそれを食べるか食べないかで太るか痩せるかが決まってくんのよ俺あそうそう <laughs> でもそんな変わらないもんね見た目だからあのー、食べちゃってるから <laughs> 食べるを選んでるから <laughs> 変わらないこの現状維持してるわけで<笑><笑><笑>まあ減る一方になのよ食べなかったら減る <laughs> 食べないをじゃあやってみよう1ヶ月 1> いやーそしたら、うん、太るまあ痩せるけどハゲ、うん、るはず <laughs> 副作用副作用そこに来んの超嫌だなそう痩せるけどハゲる今パーまで遊んでるのにねそんな代償があるんだだから食べるよねそりゃそうよな食べた方がいいもんな健康的にはそっちよくないはずだけどね感触はねさあということでじゃちょっと一旦 CM いきたいと思いますはい CM です ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマグーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね生活壮楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために。 私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーおかげさまで20周年これからも地域と共に歩みます FM 小里、と FM 技能を聴いているそこのあなたそんなあなたに朗報です両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんですお得な情報を聞き逃してるかもあー24時間聴かなくちゃ そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしくはい戻ってまいりました CM でしたはい大丈夫だったあの今5秒測ってたけど5秒測ったうん指で5って測ってたけど見えてたあの3秒98だったの足内のけしっかりしてうんそう全然早い98までうんあの4秒にもいってないよ5秒測って2秒ずれるって相当だよ 年間で言ったらもういるんだよモルな年間で言ったらもう相当なズレだよこれいやまあそうだけど地質もねモルだよ今,今の話し二秒ね二秒ぐらいいいよまあ今の二秒だけど年間で言った場合相当なズレになってくるからね音を大きくすんだって追い詰めるな俺はこんなってもうなに 4日ぐらいずれるんじゃん年間で言ったら年間で言えば年間で言えばブースに4日間いるってことそういやいやいやいええっとですねえあれなんかあったんだよな何言いたいことがある言いたいことっていうかこれすごかったなみたいなおんかこのテレビ見ててはいはい芸人さんのこれすごいなみたいな話うん ありますいやてかまあ冗談ですけど冗談だけどあの昨日もラジオでその話になっててこの芸人のこの会社とかあったみたいなあはい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 感心することあるさある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 もうただただいや面白とかで見てるかキリン川島さんのははいい あれがあって、うん、俺言ったかな。<何>これ、なんて言ったでしょう。はいはいはい、うん、ちょっと出していいですか。ゆ、うん、だ、これ言ってるかな、俺。言ってるか、見てるか、だから、うん。あ、なるほどね。うん、ラビットは結構見てるもんね。ラビットは、ええー、まあ。言ったら見るけど、うん、まあ、別、あんま見ることないかな、あの、別に。 あのいないからあんまり<ー>その森とかにあんまり入っていかないし違う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 さ違ぎうの話じゃないしてないがえラビットウサギ,えウサギガチウサギ,ウサギって言うさぎはねのだからそのラ,ラビットはね一はっていうしなこの羽でな<れ>羽で。 えな何俺別にえそのうさぎ見たことあるふだん見てるって言われたんですうさぎの話題多分今後出さん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 ラビットねはいはいはいあ番組のラビット田村真子さんかおじさんやってたら見るやってたら見るたそれで言ってた返しはいはいはいあのちょっとまたややこしいんだけど俺当てていいよ 何を出そうとしてるか当てて当ててあれでしょ JP さんのやつでしょ違う違う!「サイ」ねそう「サイ」ってって「う」キリンそうそれをキリンに言うっていうねあれもちょっとすごかったよね早いしねまずね違くて今ウサギが出たからあれですけどはいグコートダディウサギさんがギはい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 は っていうギャグを、うん、パッと披露した時に川島さんが放ったひと言「うんえー、セミヌードオムライス」うん、そのギャグがどんな感じだったかもう忘れたんですけど、うん、まあタイトル言えばセーー、はい「セミヌードオムライス」セミヌードオムライスっていうギャグを見て何か言ったと、うんうん、川島さんがほ<ー>、うん、なんて放ったかっていうあなるほどね、はい、セミヌードームライス、うん えー、早く閉じてほしいですけどね <laughs> 卵でね、うん、卵でああ違うね違うね違うでもなんか時間あればなんかできそうだね、うん、え嘘マジもしかしたらねまあだ多分オムライスにかけてるでしょうそうねうん、うん、ええー オムライスにかかけてるのセミヌードルセミヌードかセミヌードオムライスを披露した時にマジで言いますねじゃ、セミヌードオムライスっていう逆披露した時に川島さんがチキンライスやんってオムライスって卵乗ってるでしょそれを服と見立ててセミヌードってそれを脱ぐでしょチキンライスやんこれすごいよね

匂い嗅いで懐かしい。ああ、はいはいはい。ええ、ばあちゃんちか。違う。違うね。違います。え、臭いってこと。違う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 。ばあちゃんちかではないね。いや、もう線香嗅いでんのか。懐かしい。実家を思い出してね。実家感か。あ、違うね。違うんだ。違う。あ、そこじゃない。そこじゃない。あ。匂い嗅いで懐かしい。懐かしい。って ああ大黒マキか正解おお早かったね懐かしい匂いがしたああ大黒マキかつってはあすごいねいやこう感心すんだよなはいはいはいメモるもん俺もうすごい快適だろメモるように設定ってはい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 こういうのメモるの楽しいんだよなえいいですねなんかあるそんなのあんまり覚えないタイプ。 笑うけど、覚えないなあ。うん、あ,あ、そう。うんああ。そっか、そっか。でも、なんか、俺が。う,ん、うん、なんか、あの、友達と。いるときに。うん、なんか。結構、あの。お笑い熱心友達がいるのよ。うん、同級生でね。はい,は,いは,いはい、はい<で>、はい、はい。笑いをやってくれる。そう,そ,うそう、そうん、そう、そう。で、そいつに対して。俺が突っ込んだときに。うん そいつが俺のツッコミをメモしてることがある。<laughs> 何それ？そう。え、グレキンのツッコミ集を持ってるの？そうそうそ持ってる持ってる。面白い。これいいなーって言ってメモってんのよ。待って、うん、これめっちゃ欲しいんだけど。<laughs> <laughs> これ何？おもろ。うん、あでもそいつはこの俺のツッコミとしてメモってるんじゃなくて、うん、あのもう。 いろんな人の面白ツッコミをメモってんのよそいつはこれなんだろうまあどっかで使用してんのかなそう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 だからそいつは使ってるけどでも多分メモしてるけどその引き出しを開けるスピードは多分遅いと思うまあまあそっかそっかうんん。えんかこの中でものツッコミ良かったとかあるいや自分のツッコミ覚えない覚えないなあそう なんかツッコミってその時に出るああるるねのだから俺あんまり用意してるツッコミなくてああ確かにね、うん、用意しないけどいやこれ瞬時に出たのすごいなって思ったことないああ<ー>いやーないあ嘘いやてかあ覚えてないあ<ー>俺もう本当に忘れるから俺何回も俺いろんな人にも自分から言ってるんだけどおうおうめっちゃ これすごってまあそんな受けなかったけど、はい、結果は出なかったけど言ったかもしれんけどさああああピーチさんの,あのトークライブに出た時に、はいあのー、俺とハイビスカスパーティー千秋がゲスト、うん、で、えー、とトーバルさんが彼女のことを、うんえー、いつもあだ名で呼ぶみたいな、はい、彼女毎回作ったらあだ名をつけてそのあだ名をうに,にしてるみたいなって話になってああそうなんだみたいな。ああで じゃあ秋が彼女になったらどういうあだ名つけます、うん、っていう流れになっていい、ね、でそしたらチキチーンってつけるって言ったのに何そのチキチーンってってなった時に俺が、うん、いや小田和正のラブストーリーを突然にのインに入りかた <laughs> チキチーンってあるからそう。 ラブストーリーは突然の入りかっつったらそんなウケなかったけどこれでも瞬時に出たの自分なりにすごうと思ってすごいすごい自分で満足して終わったああだからそれ聞いてみんな一回引っかかってほしいよな確かにねうんその時多分あんま覚えてないからピーチさんもそんな反応してなかったかもああんかそれぐらいで終わったんか変なツッコミしてるなっていう感じかうん ああ、掘り下げたら面白いな、これ。チキチーンね、多分もうこのあだ名のチキチーンで遊びたかったんでしょう、うん。なるほど、なるほど、そうかも、そうかも、<ー>そうかもね。チキチーン、チキチーンっていうチキチーン。ーンーンああ、はい、はい、はい。

いいねいいねいい,いいってなったね何、うん、かあったかな,なんかツッコミなうん一応あのなんかどっかで使えたらなーっていうのはあるけどおお<ー>、うん、いいねあのビギンに怒られれっていう <laughs> <laughs> ビギンに怒られれビギンに怒られれっていうツッコミあ<ー>とビギ <laughs> <laughs> そうだな、ビギンに怒られれ、そうそうそう、石垣ツッコミ、とんでもない、ビギンに怒られれ、いやいやいや、ビギンに怒られ、そうそうそう、ビギンに怒られれ、聞きたいな、まああの、あれ、聞き出してほしいな。 桜田ファミリアか。ああ、なるほどね。まだ未完成で。そう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 。とか。ああ、なんか。桜田ファミリアかはなんかまあ簡単に引けたそうだね。そうだよな。具志堅池健洋子に殴られれ。怒られねえし。これもうなんだま石垣で何したば。夏から離日の実家でそば食え。 意味あるからどういうことシチュエーション何まじでどういうボケしたらそれなんで引き出せるかとかな。別に君の実家で素朴へ。うん素朴へとか。うん。別の場所でそば食ったとかなろうか。トバラーマ大会に一回出れ。えお母さんが取ったやつ。毎年やってトバラーマ大会ね。衣装してるやつね。そうそうそう。 石垣の m 1グランプリうんトゥバラーマーというこの民謡の大会があるわけ石垣にうんそれでお母さんがね優勝してめちゃくちゃ有名ですからねお母さんねなんかあとあれだねあの目目怖い人いるじゃん目つき目つき怖い人はいはいいや目銃刀法違反かとか危ない目銃刀法違反 あれこれいや目が銃刀法違反だなあなるほどねあいいね俺早口の人には一回だけ使ったことあるけどいやオービスだったら引っかかってるよあはい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 早いねっていうねそうそうそうスピードスピード早いね引っかかるよめっちゃ早口だな早口だなはい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 言いたいねこういうのんかな あのいやバレーのリベロの打席かなんかマジでんかんかマジんだろう全部全部狭い場合なんかこの矛盾してるバレーのリベロって守備職人でしょそれの打席っていう打席か矛盾してるそう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 そっか 桜田ファミリアぐらいじゃないか出せそうなのリベロの攻撃かとかまあ守りのってほんとかまああの弱い打撃が弱いとかお前リベロ普段リベロとかあうんかいいねそうそうんかそんな感じのね言いたいこのツッコミをバってもらって引き出せるかっていうのやりたいね

まあ緑とかだったらね、うん、まああれか、緑ありきたりというか、うんうん、なんか考えるときにデコに固定置いて、<laughs> バカンコーサーバー。ピッコロかってなる。ああ、いいね、うん。ピッコロか。なんかあるかな。とか、そんな感じでしょ。<laughs> そんな感じで。じゃあ、CM いきますはい。はいじゃあ、いったん CM です。 何食べたいお肉 <laughs> 牛角カルビとダブルタンボン黒糖サスバター美味、うん、しい <laughs> ラーメン食べるからラー食べたい美味しいやってる牛角牛角ギノワン店、好評営業中ギノワンヒルズ通り、救命デイゴ通りにはいろんなお店が ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通りステンマグからイサ交差点へとつながる坂道ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね FM 小里、FM ギノワンを聞いているそこのあなたそんなあなたに朗報です両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんですお得な情報を聞き逃しているかも あ24時間聞かなくちゃそんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしくはい戻ってきました戻ってきましたんかな5秒数えてたけど一応狂ったわ俺もこの指で5秒数えてたけどなんか12までは早かったけど34ぐらいから調整しに行っただろあ分かった分かる分かった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  やちょっと早い。はい。3からゆっくりめにした。4で5までが遅かったな。うん。え、狂った狂った。狂わされた。多分六6秒だったはず。なるほどね。今ちょっと体内時計狂ったってことか。まあちょっとだけ狂ったかも。じゃああれじゃない。完食の時間が。お腹すく時間。いやいや、あの1秒遅くなっただけ。夜寝るのも遅くないた。え、1秒な。いや、でも年間にしたら。ええ。 その1秒のずれはずっと1秒ずれたままだからええ年間にしても<う>だからその日一秒ずれずれ1秒のずれだけだからあそう,そう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 年間にしても一秒、うん。うんうそうそうそうなんでさっきの三二秒と何が違うそ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 い。さあというそ、あのー、ううそうそうそあそう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  なんか領事が持ってきたコーナーナ絶対当てられない歌詞の一部はいはいはい、はい、絶対に当てられない歌詞の一部ね多分絶対当てられないと思うこれ当てたら本当にすごい俺結構ね、うん、そういうの、あのー、ピンときちゃうというかなるほどね勘、うん、が鋭いタイプか、うん、でも歌詞でしょ歌詞歌詞とかはもうあのヒントがあるからねまあそうね流れとかそういうのもあるしうん、うん で意味わからんことなんて言わないからあまあそうねそってるもんねじゃあ出す曲が森山直太郎の「どこもかしこも駐車場」っていう曲聞いたことないなめちゃくちゃいい曲なんですよ夏の終わりとか桜とかね生きとし生きる人はい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 これももう名曲ああそうはいじゃあいきますねうんまあ朗読しますねじゃあ OK ますどこもかしこも駐車場。別れ話の帰り道。悲しくなんてなかったよ。振られた方は僕なのに、泣いていたのは君の方う。どこもかしこも駐車場だね。どこもかしこも駐車場だよ。ここはもうかしさびですね。なるほど。はい。どこもかしこも駐車場だわ。どこもかしこも駐車場だぜ。どこもかしこも駐車場。こんなになくてもいいのにさ。 はいサビが終わりましたね<ー>、はい、聞きてメロディーでサビ前めっちゃ短,短い短のよ。短いねはい、で、うん、次駅前はやたら騒がしく野球帰りの子供たち、うん、プードルが変な服着てるプードル本屋に寄って帰ろうか。うん どこもかしこも駐車場だねどここももかし駐車場だよ。サビに入った。サビだね。どこもかしこも駐車場。車があったら便利かな。はあ。はい。で次ですね。え明日は朝からアルバイト。夜の予定は特にない。100年経ったら世界中多分ほとんど駐車場。 どここももかし駐車場だね。駐車場って言ってまた駐車場って言うのどこもかしこも駐車場だね。どこもかしこも駐車場だよ。はい。どこもかしこも駐車場だわ。どこもかしこも駐車場だぜ。どこもかしこも駐車場。ま車があったら便利かな。なるほどね。はい。うん。で、あここすみません、間違えましたね。100年経ったら世界中ほとんど、ええ多分ほとんど駐車場。うん。さっきのね、うん。多分ほとんど駐車場の後。うん。 どこもかしこも駐車場だねどこもかしこも駐車場だよどこもかしこも駐車場だわ、うん、どこもかしこも駐車場だぜどこもかしこも駐車場その後ですねはあほにゃらららららら、うん、ここ、うん 今までは最後にどこもかしこも駐車場こんなになくてもいいのにさとかサビの最後ね車があったら便利かなその次ですねはいどこもかしこも駐車場ホニャララ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 最後なるほどこれで曲が終わりますはいはいはいハーモニカ吹いてギター弾いて終わりますなるほどはいホニャラララララララらっつってハーッと変わりて ってギター弾きながらはあ、い、こうめちゃくちゃいい曲なのよなるほどで一応聴きたくなるんじゃん聴きたくなるこここまで駐車場駐車車場場のメロディー駐車場の,、うん、このサビのなんか変わった面白い曲なのかなとか思う,けど、うん、うんうんうん,うん、うん、実際なんか深いというかはい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 ま、うん、か「で車があったら便利だね」うん まあ車があったら便利かなとか便利かなこんなになくてもいいのにさこんなになくてもいいのにさ車があったら便利かな最後ほにゃらららららら OKOKOK 大体分かったわまあサビ前も大体覚えてます覚えてるどこもかしこも駐車場だねどこもかしこも駐車場だよどこもかしこも駐車場だわどこもかしこも駐車場だぜ まあこの語尾が違うもんな全部まあ語尾が違うし、まあ、別れ話の帰り道悲しくなんてなかったよ振られた方は僕なのに泣いていたのは君の方、うん、でこれでサビが入るね、うん、駅前はやたら騒がしく野球帰りの子供たちプードルが変な服着てる本屋によって帰ろう、うん、でサビね、うん、明日は朝からアルバイト夜の予定は特にない100年経ったら世界中多分ほとんど駐車場、うん、でサビに入るねはい、はい、なるほどなるほどはい 収録中ですねはいええー、どこもかしこも駐車場で最後のフレーズでしょ最後のフレーズ「どこもかしこも、うん、駐車場」オッケーオッケーはい桜の木を 植えようかな。いやそっか桜独唱につながること回収してるんだ。違いますね。違う違うね。違うな。なんとかかなあだろ絶対最後ね。いやうん違う。対だね。対対あじゃ願望だ。うんあいいね。なるほどねた対だったらああえ駐車場 どこもかしこもあ,あ駐車場。んーン。おにゃらねね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 。おにゃれれれてねねねねね。にゃねねねねね。おねねねね。たいい。はあ。はあはあはあ。これ,だ絶,対れなな絶対当てられない。絶対当てられない。絶対当てられない。<laughs> その今まで言った中にヒントもある。ない。関係ない。<laughs> あの、本当に。 あ、なな。んだろうなそれぞれの考えになるというか<ー>これ見てこういうことなのかなとかより深くなってくるというか<ー>で最初見た時は俺ずっこれはもうズコってなった、うん、あずっズコってなったんだ <laughs> 何それ。えー、なんでやねんってなって。あら、かな。ツッコミが入るぐらい。ええ。僕も。駐車場作りたい。じゃないですね。違う、いいね、違いますね。違う、違う。経営したいとかでもないですね。駐車場だからな。うん。僕。 僕も僕もじゃあ最,最初の入りちょっとちょうだいはいよどこもかしかもあ駐車場う<ー>そろそろおそろそろなるほど、うん、これはいいんじゃないいいねいいヒントそろ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 ,そろおろそななろそろそろオッケーオッケーそろそろ そろそろ満車みたい <laughs> あ,あ,あ違いますね、うん、違うね違う,違うこれ言ったら、うん、駐車場も関係ない関係ないね、うん、はいはいはいえー、まああのー、歩いて帰ってるとその日はなもう歩いて帰ってて<ー>で明日は休みで、うん、えー、はい、はい そろそろ酒でも飲みたい。<laughs> 明日休みだからな。うん、違いますね。明日休みだから、居酒屋行きたいなっていうそういう歌じゃないですね。うん、で、駐車場に止めようか。うん、違います。そろそろおうちに着くみたい。おああ違うね。でも、ああまあまあまあ、捉えようによっては惜しいかも。うん、そろそろうちに着くみたい。違いますね。 免許取りたいじゃないですね。ああいいね。そろそろ免許取りたい。違うね。車持ってなかったんかいああ、そうね。駐車場の場所だけ把握して免許持ってない。違うね。そろそろ実家に帰りたい。違う。違う。違う。なんかふるさと系だな。車売ろうかなでもないですね。タイってことか。 なんで実家帰りたいの。振られたから。振られて。何。ああ、別れたから。別れたからって実家帰るの。実家帰るんですか、あなたは。帰るかも。<laughs> <laughs> <laughs> 振られたら実家帰る。うん、帰るかも。ちょっと前のめりになったわ。ええ。でも。うん、なんか。うん。いいかもね。その。 目線というかああはいはいはいいいところそってるわなるほどまあ直太郎の気持ちはわかるからね俺何でうん何で分かるか直太郎の気持ちはわかる森山うんまあ桜といえばねまあもうやっぱり小袋だからねいや直太郎じゃないからからへしや小袋かケツメイシだかいや直太郎ですや桜といえば森山涼子怒られる あーそうだなー、うん、そろ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 だもんなそろそろうんたいたいだからです、ね、そろ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 涙も拭きたいう違うねさっきの方が惜しい実家に帰りたいの方が惜しいなるほど、うん、だからこれは まあ、俺の考えというかあれでは振られて帰ってると、うん、で,でそれでまあもういろんなものがなんかちゃんと目に入るようになってるみたいな感じのなのかな今は。 ここんなと駐車場あるんだ駐車場多いなみたいなそういう時に最後にこれを持ったんかはあでもなんかその考えでもちょっとよくわからんけどわかったはいそろそろ子供を作りたいなんで振られたばっかなのに振られたばサイコパスすぎるだなこいつ振られたばっかなのに振られて悲しいよりも子供作りたいなってこと う違うち、うん、いますねそろそろ飛行機に乗りたい <laughs> えいいねそろそろチケットを取りたい違うね違うねそろそろ新幹線に乗りたい違うな そろそろ違うねそそろろ船に乗りたい乗り物を帰るだけじゃダメです。実家に帰る手段じゃない。そうね。手段じゃないんだ。実家に帰る手段じゃない。そろそろ心埋めたいでもないし嫁さんもらいたいでもないですね。そろそろ一台にしてみたいじゃないですね。そろそろ宇宙人に会ってみたい。すごいね。ここたどり着くか。 うんね、宇宙人いや宇宙人じゃないじゃない、うん、でも飛ばし方めっちゃいいよあだから周りが見えてるんだよなめっちゃ周りがめっちゃ見えてる宇宙人そろそろ月に行ってみたい <laughs> あ違う違うそろそろ火星にも住みたい違<う>行ってみたい違う違うそろそろ火星にも いけるかな違う違う,違う火星だね違うあらあ何か前のやつと組み合わせてはあ前のやつ、うん、そろそろでしょうでも、うん、前のやつってだ、うん、出してたやつね、うん、自分が出した答えと、うん、そのあれ組み合わせそろそろ火星に帰りたいー正解ーうわー <laughs> すごいね <laughs> どこもおかしくは駐車場、うん、そろそろ火星に帰りたいでした、ね、わーはい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 すごいねー<の>導き出した、ね、導いたそろそろ火星に帰りたい,でした、ね、りたいなるほどいやお前火星人だったんか。そうですね思ったし、うん、それかもう振られて、うん なんかもう、とぼとぼもいろんなのが目に入るぐらい、無の状態になってて。なんかすべてを忘れるために、もうこういう心境、これを考えるぐらい心境になっちゃってんのかなとか。が、それなのかなって、でも、森山直太郎さんもすごいよね、これ。な、あれなんじゃない。あのボス、ボスの、あの、こ、観光品のね。あの、ジョーンズ。そうそう、ジョーンズ。ジョーンズの歌なんじゃない。これ。売られて。うん。

もう宇宙行っちゃうっていうすごいよ、うん、歌詞書いてみたらいや俺が歌詞書いても多分誰も理解できない,いやぶっ飛びすぎて <laughs> <laughs> すぐ宇宙人出すかと <laughs> 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 今日今日あれできねうん共感ができないのかいや当てるのすごいよね駐車場どこ行ったっていうねああ<ー>ブレーキング火星人なのかなあまあ俺は地球好きだからね <laughs> あー地球好き俺地球好きよその発言火星人っぽいよな <laughs> <laughs> あんま人間地球好きって言わんもんな アースアース好き地球好きだね自分の住んでる島好きとか地元好きとか言うけど地球好きって言わない地球好き人間嫌いいやこれも火星人だ火星人だ地球好きだけど人間嫌い火星人かうんちょっと人間嫌だ人間嫌だなんでここまで寄せてくれるんだ寄せてくれるんだ はーい、いいさあ、とととううことで、で、えー、森山直太郎クイズでしした。た。ありがとうございました素晴らしいいいねいいですね森山直太朗、はい、聞いてくださいどこもかしこも駐車場です、うん、はいはいはい、はい、ちょっとサビ、うん、どんなどんなあの、メロディメロディあよサビのメロディまあ1番でもいいよあの、短かったじゃんああ「別れ話の帰り道か」あこっち覚えてないな「別れ話の 帰り道いや、中渕感強いな。<laughs> 中渕感強いな。じゃうん、別れ話の帰り道、悲しくなんて、あ、どうなったかなでも、どこも、かしこも、駐車場だね。どこも、かしこも、駐車場だよ、みたいな感じ。あ<ー>うんこんな感じ。別れ話の心理 思いを寄せて。違う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 、トンボも飛んでないし。トンボも飛んでない。サビボー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 ボじゃない。最初ボーボーボーから入るんだっけ。違いますよ。別れ、別れ話のから入るから。違います。長渕じゃないです。あ、違うんだ。はい。あ、めっちゃ受けてる。長渕。はい。さてことでね。以上でございます。はい、ありがとうございます。あ、告知いきますか。はい。えっと。 9月入ってんのか9月入ってますよそうねじゃあ今月の29日に裏添ウィンドウさんのライブ裏添寄せがありますそれに出ますのでねはいはいはいそちらの方ぜひよろしくお願いします肉の日だあそう9月29日肉の日出れるかなライブなんで肉の日だからなちょっと肉焼肉焼肉終わっていけよライブ終わってから終わってからみんなで行こうあと27日に 9月のね、天高のライブがあって、それの前高。お客さん入れてる間の会場の時間にやってんだな、俺ら。あ、そうなんだ。にネタをするの。そう。お客さんが座ってる間、俺らがネタで賑やかす。厳しいね。厳しいね。だから本当に だから会場の10分前とかにはもう本当に来てすぐ座って俺らのネタを見てくださいなるほどねじゃあそういうネタをしないといけないじゃんもうねそうだから作るかもだからうん本ネタじゃなくてふざけるしかないわこれはどこもかしこも駐車場歌ってもいいしねああ歌おう長渕風にああうんどこもかしこも思うようしてて許されるだろうね

いや <laughs> はいということで以上でございます <laughs> はいありがとうございましたギリギリにいっても多分見れます我々多分やってると思いますそうですねはいよろしくしぜひお願いしますはいということで以上ですまた来週お聞きくださいお相手は花粉は涼樹と申しますそしてグレキンでしたありがとうございました。